私の番です。大したおめえ、なんで負けちまったな。また強くなっちゃったな。また強くなっちゃった。じゃねえぞ天道、最後にきっちりおやさんの分を受け取ってからくたばれや。かすや。そうですね、今回の衆院選を振り返りますと、まさに歴史的な勝利と言っていいかと思います。実に議席の3分の2を大きく超えています。民事党が国民の民意を得たと、その分大きな責任を背負ったと受け止めております。総理、青木幹事長の果たした役割についてはいかがでしょうか。大変大きかったです。荻窪さんの引退から間もなくの衆院選でしたし、青木さんの功をなくしては語れない選挙でした。青木幹事長、今の総理の言葉を受けて一言お願いします。今回の選挙で民事党は大きく変わります。この国を良くしたいという我々の思いは、中身を伴ったものとして国民の皆さんに実感できるようお届けします。これまで深く切り込まれなかったグレーゾーンをはじめ、既得権益や天下りにただ乗りする者たちも皆白日のもとにさらします。私のこうした理念は、かつて20年前にブリーチジャパンを創設した時から一切ブレてはおらず。何？幹事長、あの速報はどういうことでしょうか。殺人で逮捕状とありますが。いえ、どういうことだか。手違い。そう、何かの手違いです。記者の皆さん落ち着いてください。何かの手違いが起きたようで。青木幹事長、青木亮という名は本当の名前じゃありませんよね。そうですよね幹事長。ちょっと幹事長、説明お願いしますよ。あなたの本名は荒川雅人。先日横浜で殺された暴力団組長荒川雅美はあなたのお父上ではありませんか。すみません、決まりますよ、ご退場を。幹事長、幹事長、待ってください。幹事長、説明してください。荒川雅人って名前に聞き覚えありますよね。青木亮は偽名ですよね幹事長。だから天道とは電話がつながらないんだ。もう何度もかけてる。荒川組の事務所も誰も出ない。で、そっちはどうなってるんです。総監、私に逮捕状って一体。確認中です。そのニュース速報というのも確認が取れていません。テロップは民主党本部のモニター画面にしか出ていなかった可能性があると聞いています。仮にそうだったとしても、それをテレビ中継してたんだから同じことでしょ。多くの国民があのテロップを目にしたんだ。誰が何の目的であれを流したのか、早急に説明をつけなくちゃならないんです。とにかく今は軽率に動かないことです。ミレニアムタワーへ行くのも避けるべきかと。
そうはいかない。一番が、春日一番が、もし荒川組で証拠を抑えていたら後始末が厄介でね。その時はそっちにもいろいろ骨を折ってもらうことになります。後で動かなかったことを後悔しても遅いんだ。天道の親父とはまだつながりません。今連絡のついた若い衆はミレニアムタワーへ向かわせてます。いいだろう。俺のそばで護衛につくのを何人かに絞れ。ええ、わかりました。これを一番がやったってのか。あの一番が。天道。どうも。なんでずっと電話に出なかった。見ての通りちょいと忙しかったんですわ。沢城の隠してた音声データは。ありまへん。そいつのブラフやったんです。ブラフ。あ、そうか。ハッタリだったのか。そうか、そうだったか。ふん。で、一件落着でっか。いや、まだだ。こいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でも、もうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。どうだい、俺の演技力は。なかなかの役者じゃねえか、春日。だろ、今度オーディションにでも行くから。どうでした、俺の芝居は。一番。お前なんで。わか、まだ続きがあるんです。天道。どうも脇が甘いですね、青木先生。あなたは外から雇われただけの私を使い捨てにしようとした。は、何を言っている。一体何の話を。天道が二人。さすがだな、ミラーフェイスとはよく例えたもんだ。ミラーフェイス。いろんな人間に姿を変える私の通り名なんですよ。しかしこれってスクープだよね。青木亮、春日一番とその仲間を殺害するようヤクザたちに命令。大スクープだわ。
素晴らしい映像が撮れましたね。早速ネットに流出させてしまいましょうか。よせ、やめろ！バカ！もうここまでですよ。潮時です。一番、てめえがこの絵を全部描いたのか。若にブラフの音声データの存在を伝えたのは天道を呼び寄せるためでした。でも若、あんたもきっとここへ来ると俺はそう信じてました。あんたも俺をよく知ってるように、俺もあんたという人間をよく知ってますから。ふざけやがって。若、あんたを止めるにはもうこうするほかなかったんです。あんたもう自分自身でも止まり方わかんなくなっちまってんでしょう。何？知事になって、昔自分をバカにした連中を見返して権力者になった。でもそれで何が手に入ったんです？今のあんたには大事な人間もいねえ。あんたのことを大事に思ってくれる人間もいねえ。持て余した権力に目がくらんで、てめえが何をなくしたのかも分かってねえ。ならその先は、手にした権力守るために邪魔なもん全部消し続けるだけの人生だ。そんなもん望むほどあんたバカじゃなかったろ。知ったような口を聞くな。でもそれが事実だろう。事実だとしても俺は前に進むだけだ。誰も俺を止められやしない。いや、俺が止める。絶対に。やれ、こいつら全員ここで始末しろ。確実に始末するんだぞ。私の番です。なんや、おい、楽しませてよ。ザコがやってみんか。ほら来いよ。勝てると思って。遊んでくんないかな。やるんか。なんや、これ俺。もうちょい楽しめる思ったけどな。かかってきなさい。よし、いくぞ。あー、見せてやるよ。まった、本気でやってんの。なんや、やってみるか。もう終わりか。してみろ。派手に行こうか。やってみんかい。なめるなよ。やってみろ。叩きなめ。なんとかしねえとな。やんのか。出てんのか。おれおれ。やってみろ。行くぞ、おら。行くで。いねえ。食べに行きましょう。出てんのか。なめんなよ。なんや。やってみんかい。どうしたんや。くらえ。やってんのか。もう一回楽しめ。やってみろ。上がってきなさい。くらえ。食べると思って。まった、本気でやって。やってみんかい。ほら来いよ。なんや、もう終わりかい。もうちょい楽しめる思ったけどな。痛い目に合わせますよ。どうしたんや。寝てんのか。なめんなよ。やるんだ。いってどうだ。なんや。ほら、やるぜ。私が相手です。あれ、俺。はい。
上がってください。とっておきだ。ほら来いよ。邪魔だよ。私が相手です。派手に行きましょう。これや。わかりませんよ。やってみんか。遊んでくんね。こっちに来い。やめんなよ。警護の連中が奴に集まりやがった。あれだけがっちり守。まずは警護の連中を一人ずつ剥がして。こらえ。やがってきなさい。やってみんか。やんのか。寝てんのか。いいね。まった本気でやるんや。どうしたんや。あっかましたガトリコガトリコガトリコ行くで。はい問題出した。おれおれしんどいね。ガガってください。寝てんのか。なんやしてみろ。叩きのめす。これや。やめんの。私の番本気でやってん。なめんなよ。え？おれおれ楽しめると思ったけどな。回復ですね。痛い目に合わせますよ。勝てるとね。遊んでくんない。おれ。行くぞ。どうしたんや。寝てんのか。おれおれ。やるんか。私は楽しめるなんや。なんとか死ぬと。おれおれ。やってみろ。邪魔だよ。ほら来いよ。さて。やってみんかい。してみろ。くらえ。どうしたか。やめんな。限界が近いようですね。寝てんのか。せーれや。ほら来いよ。やってみんかい。都知事だもんね。どんな…さあな、兵隊か。何でも呼びやがる。来ろい。やっ
しみだ。俺の番だ。俺来てみろ。どうしたんや。やるんだ。もうちょい楽しめる思ったけど。てれどうしたんだ。ほら来いよ。行くぞ。勝てると思ってるよ。ん？寝てんのか？せーら！苦しむがいい。俺の番だな。やってみろ。死ね。下がってきなさい。おっしゃ！行こう！ゼロ！とどめだ！うわ！あ！壁に行きましょう！なめんなよ！あれ！やってみんかい！大丈夫か？みんな！大丈夫とは。くそ。体が。みんな。俺らのことはいい。それ。今、青木の野郎は一人だ。私たちのことはいいから。だけどよ、私たちが。俺たちが。お前。決着。わかった。ある。
俺とサシなら丸腰でも勝てるって。調子に乗るな。そう来なくちゃ。そのムカつくにやけ面ぶっ潰して二度と笑えねえようにしてやるよ。俺の番だな。まだまだ。